天使創造リブート、リブートグアンパーということで、ゾーリ体験版15回目やっていきましょう。てかもう発売まで1週間ぐらいになっちゃったな。おはようっす。体験版時期終われるかなこれ。はい、ということでやっていくんですけども、なんか 2日ぐらい空いたんで、どんな話だったかちょっと忘れちゃったな。ノアさんになんか大福云々の話だったっけ、と、あ、ね、と、あとは、あれか、くるみさんにあまねさんをちょっと合わそうみたいなやつね。おはよう。よっす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 。おはよう。あれ、ノアちゃんなんかご機嫌？確かに確かに、なんでだろうね。なんかいいことでもあった？ちょっとね。ちょっとって感じじゃないけど、でも喜ばしいことなら何よりだね。お、今日は早めにケツどけたね。またケツだな。さすがにね。で、だからケツはやめろ。はいはい、ごめんごめん。おひばりさんが机からどいてくれたので、俺は素直に席に座る。ノアも自分の席に向かうが、その足取りが弾むようだ。そんなに喜ばれるとなんか申し訳なくなるな。花見大福くらい普通に買えるのに。まあ確かに、まあでもあれだよ、もう今後も買ってやればいいのよ。もうそんだけね、喜んでくれてんだから。他にも何か美味しいお菓子とかも一緒に買ってもいいかな。いや、でも今月の俺にはそれすらちょっと厳しいかも。大丈夫か。まあ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 、もうお小遣いの範囲の中だもんな。とはいえこれだけ世話になったんだ。多少苦労してでもそれくらいは報いた方が。なに、さっきからブツブツと悩み事でもあるの？いや、別に悩んでるわけじゃないんだけど。そうだ、小ひばりさん、確認が取れた、オッケーだってさ。何の話？一緒にゲームをしてくれる友達探してたんだろ。忘れてた。ね、周りに全然いなかったんだよな。あれ、もしかして勇み足だった？ううん、そんなことないよ。その相談をした直後に大変な騒ぎが起きたでしょ。あ、そっか。ちょうどそこの下りでなんか手つないで、手つないでっていうか、なんかね、触ってからだったもんな。そのせいで頭からすっかり抜け落ちちゃってて、言い出したのは私なのにごめんね。大変な騒ぎってなんかあったっけ？え？気にしないでいいよ。まさかもう何くるくる済みですか、この方々は。よくわからんけど、ああ騒ぎはともかく、友達を探してたっていうのは。ああ、うん、それね。一緒にゲームしてくれる友達がいないって言ったら、谷風くんの妹さんがゲーム好きだって教えてもらえて。いやー、でもどうなるんだろうな、その大人のギャルゲの方まで波及していくとさ。そのコミュニティが、いや、ちょっと面白くなってくるよね。ああ、昔やった小難しいやつね。そんなに難しい操作が必要とも思わないんだけどな。小難しい、タイミングよく押すのがなんか苦手なんよ。私はどうしても気持ち悪くなっちゃうんだよね、あれ。ああ、まあ酔うはあるよね。それで谷風くんの妹ちゃんを紹介してもらったわけね。正確には紹介してほしいって頼み込んだところだったんだけど。別にいいってさ。本当？やったー、やったー。とりあえず妹の連絡先を教えるから、具体的にどうするかは当人同士で話し合ってくれ。了解。妹さんって名前は？あまね。谷風あまねだ。あまねちゃんね。あまねちゃんです。あ、谷風くんも ID 交換しようよ。え、俺も？あれ、ダメ？いや、いいね、この最高の流れ。いや、ダメってことはないけど。ねえねえ、私とも交換しようよ。おっと、始まったね。あれ、そういう流れ？じゃあ、うちも？え？あ、はい。
なんかさらっと交換することになってしまった。これ交換したら悶々とすんぞ。まあもう今はね、もうまあツイッターはほぼないか、まあインスタとかあるけど、もう当時なんかそういうの流行ってなかった時に LINE とかにクラスのやつの何ここ海行ったぜみたいな水着写真とかがなんかねタイムラインで流れてくるんだよ。やばいぞ。俺の方から言い出すならもっと躊躇したり言いよどんだりしていただろうに。やっぱりネクラのこれ何反対これ何ネアカネアカな人たちは距離の詰め方が違うな。そんな気軽に聞いてもいいのか。スマホを取り出した俺はそのまま3人と ID の交換を済ませる。よくわからない間に ID が3人も増えてしまった。しかも全部同年代の女子。ちなみに当然俺のリーンには、母と妹以外の異性の ID は登録されて、あ、ふみかさんはされてる。おー、ふみか先生されてんだね、一応。送りづらいってことはないんだけど、相手は担任の先生だし、社会人ってこともあってか、やりとりは全然してない。まあなあ。谷風くん、どうかしたの？ちょっと感動してる。感動？なんか感動するようなことあった？うん。そう。多分小ひばりさんには天音の剣を送るだけ。木下さんと白石さんに至っては送ることすらない可能性が高い。だがそれでもクラスの女子の連絡先を知ってるだけでちょっとドキドキしてしまう。まあそれはわかるわ。確かにな。とにかくありがとう谷風くん。いやー、なるほどな。いいじゃんいいじゃん。ここでやっとね、こう幅が広がっていくと。人間関係の今日の授業も特に問題なく終了。放課後を迎えた俺はすぐに帰り支度を整える。準備はできてるみたいだね。もちろんだ。そっちは？僕は問題ないよ。私たちも問題ありません。おう、まあ、なんだっけ、マナのコントロールかなんかみたいな話だったよね。それじゃあ早速行きましょうか。他に要件はないんでしょ？ああ、特にない。今日こそ得得しないと。得得忍術みたいになってるよ。まだ始めたばかりなんだからそんなに意気込まない方がいいんじゃない？そういうわけにもいかないだろう。こっちのペースに合わせてくれるような親切な相手じゃないだろうし。まあわかんないもんね、敵は。そうだね、早く覚えるに越したことはないと思う。それに時間をかけすぎてもかぐやも迷惑だろ。毎日部屋を占領されてもさ。私のことなら気にしなくてもいいわよ。必要なことなんだから。まあ占有か。まあでもそうだよな。まあでもそっか、かぐやさんはこっちにね、この主人公目当てに、まあ、主人公というかそのね、この魔力目当てに来たわけだからな。それじゃ行きましょうか。お、そして今日も特訓を始める。また埋もれんのと言っても大したことはしない。昨日と同様だ。与えられる刺激に耐える。どうかしら。もうずっとこれなのね。なんかまあ太もも、まあ、胸じゃなくても太ももとかでもいいと思うんだけどな。どうって言われても。心臓はものすごくドキドキしてるみたいだけど、うん、魔王の力は沈めたままでいられそう？努力はしてるけど、前世返りを何度も繰り返す中で少し分かったことがある。沈めるためのコツは感情を乱さないことのように思う。以前にかぐやが言っていたマナは根源的な力、深いつながりを有しているというあたりと関係があるんだろう。お、心にさざ波を立てないようにする。そう思ってはいるが、こんな風に胸を押し付けられて平静のままでいられるわけもなく。そりゃそうだ。まあ健康な男子ならそりゃそうだ。わお。てかこれ角危なくね。いきなり前世返りした後のその角危ないよなこれ。あ、捉えきれずさざ波どころか荒波を立たせてしまう。やっぱり簡単にはいかなそうだね。姫様、体を密着させすぎなのではありませんか？うーん、そうは言っても
これは必要な訓練でしょ。だからもっとないのか、部位的に。マナの制御を行うなら魔族である私の方がいいでしょうし。それはそうなのですが、とりあえずもう一回挑戦してみましょうか。もう天国なのか地獄なのか分かんない時間だなこれ。前世帰りしちゃうからな。今日も一度も成功しなかった。それでも少しは我慢できるようになってきたんじゃない？そんな気がしないでもないけど、どうなんだろう。正直俺にもよくわからない。途中経過みたいなものが把握しづらいからね。変に考え込まない方がいいと思うよ。こういうことには精神的なことも影響するだろうから。ダメだ、できないなんて考え込んでいたら余計に失敗しそうな気がする。そうだな、気持ちを切り替えて明日からも頑張らないと。うん、その息だ。それじゃあ帰ろうか。ああ、でもその前に何か用事でもある？スーパーに寄って帰ろう。花見大福を買って帰らないとな。ああ、花見大福。目は椎茸。ついでに他にも気になるお菓子とかあるなら買っていこう。いいの？好きなんだろ、美味しいものを食べるのが。せっかく見つけた楽しみなんだ、存分に満喫すればいいよ。ただお前の財布は大丈夫か？その代わり。あ、けどもうすぐ夕食だからな。分かっているさ、僕はそこまで子供じゃないよ。いらっしゃいませ。おお、店員さん。あ、袋もお願いします。袋ですね、かしこまりました。お支払いはこちらの精算機にお願いします。あ、すごい店員っぽい。何なんだろう、多分これ、え、これ船員用の人がしてあの何声当ててるのか、この CV はね、この専用の人が当ててるのか、専用っていうかそのなんていうの、他の CV の方、なんかそのアリオンの CV の方が当ててるのかわかんないけど、めちゃめちゃ店員っぽい。店員の指示に従い俺は代金を投入する。ありがとうございました。ぽいな。さてと帰るか。申し訳ない、少し待ってくれ。どうしたの？コーラを買い忘れていた、すぐに買ってくる。お、了解。ノアが小走りでスーパーの中に戻る。やっぱそこは大事なんだな。俺はその姿を見送り、暑いし俺も中に入るか。ねえ、そこの君。お、君だよ、君、そこの君。うわー、早速来たか、やべえな。ん？そう、君。何ですか？何って聞かれると困るんだけどね。困る。ただ君がすっごくかっこよかったから。何その逆なん。逆なんだな、すごい。え、かっこいいって俺が？そう、君が。うん、まあかっこいいと思うよ。普通に。つまりこれっていわゆる逆なん？逆なんってことになるのかな。ごめんね、驚かせちゃったね。でもここで声をかけなきゃ絶対後悔すると思ったの。うん、それぐらい君がかっこよかったから。え、何？なんでそんなに嫌そうな顔するの？まあまあ、来たかって感じなのかな。嫌そうっていうか逆難されるのなんて初めてだから、何か話に裏がありそうだなぁと。というか魔王関係の可能性が高そうだ。かっこいいとか褒められたのも初めてだし。そうなの？少なくとも今までの人生でイケメンともてはやされたことはない。まあでもそっか、面と向かっていう女子もあんまいないだろうな。そう思っててもね、かっこいいよねみたいなさ、まあ裏では言うかもしれないけど、アマネに至ってはすぐに俺をバカにしてくるぐらいだ。まああれはツンデレだ。あ、詐欺とかマルチとか怪しい宗教とか思われてる？うん。やだな、そんなんじゃないってば。もうね、そういう流れがもう完全にそれなの。かっこいいっていうのは単純にイケメンって言いたいわけじゃなくて、君の見た目とか雰囲気が私の好みにドンピシャだったの。
少なくとも私にとって君はとってもかっこいい。だから声をかけさせてもらったわけ。はあ、そうなんですか。でさ、うん、お茶でも飲みに行かない？ゆっくり話をしてみたいの。にっこり笑った女性は明るくてとても魅力的に見えた。初めて会った人だ。細かいことはわからないが、少なくとも理性的な目に見える。三国さんの時みたいに恐怖を覚えるような目ではない。そんなにやばかったな。もしかして俺のことが好きなんですか？え？あ、ね。男として好きって言えるほど君のことはまだ知らないから。うん。でも君に並々ならぬ興味を持ってる。さっきも言ったけど、君の見た目とか雰囲気が私の理想なんだよね。だからもっと君のことを知りたいんだよ。もうなんかあれよな、イタリアにこういう人いっぱいいそうだけどね。まあでも言うて、まあでもね、どうなんだろう。まあおかしいかと言われるとおかしくはない流れではあるかもしれないが、まあおかしいよな。やはり理性的だ。この人は操られているわけじゃないのか。まさか本当に俺のことがドンピシャだっていうのか。どうかした？大丈夫？やっぱ揺れてるね。大丈夫です。ただ感動してて、まさか俺の人生の中で逆難される日が来ようと。何それ、大げさだな。でもその反応、私に付き合ってくれるってことでいいのかな？それは、ああ、正直悩む。三国さんの時のように操られている様子はない。とはいえ絶対ではない、それは分かってる。だがこんなことが起きるのは多分俺の人生で一度きりだ。そっか。そうだな。じゃあ行くか。この人が本気で俺のことがドンピシャだと言ってくれている可能性をどうしても捨てきることができない。いや、捨てたくないってことね。ダメかな。それはまごまごしながら言いよどむ。なんかこういうところちょっと、もうすでにポイント下げてるからな。行くにしても行かないにしても。そんな俺の腕が突然重くなった。ジロッと睨み、やっと帰ってきてきましたか。ジロッと睨みながらノアが俺の腕に抱きついていた。ダメに決まっているだろう。そりゃそうだな。あーですね。その子は妹さん？いや、妹ではないんですけど。すみません、今回はご縁がなかったということで。ダメなの？残念。また別の機会があったら、その時はお茶でもしましょうね。おお、普通に引き下がるんだね。胸のあたりで小さく手を振る彼女は俺たちを見送る姿も理性的だった。理性的じょ、まあ、理す、まあまあまあ、やっぱりマジで俺のことを。ああ、なんてもったいない。もう少し早く出会えていれば。まあでも確かに、子供が産みたいんです、みたいなことは言ってこなかったな。いやもうどうでもいいんで、子供が産みたいです、みたいな。後ろ髪を引かれるが、ノアはぐいぐい俺の腕を引っ張って歩く。さすがにこの腕を振りほどくわけにもいかず、俺はおとなしく従うのだった。お。なんかうまくいかなかったみたい。ごめんね、クラビン。クラビン？いいさ、謝るようなことじゃない。うん。お前は俺の頼みをちゃんと聞いてくれ。もう仲良くなってるやん。ごめんね、クラビンとか言って。なんか、そこそこ仲良くなってんのかな、これ。それともなんか、洗脳されてんのかな。あんな感じでよかったの？あ、十分十分。ありがとう。助かったよ。ならいいけどね。でも、あの少年を逆難するって何の意味があるの？知り合い？あー、でも、あ、なるほどね。この感じはなんか洗脳されてる感じじゃなさそうだね。純情少年をもてあそんだみたいで心苦しいんだけど。おお。からかうにしてもこういうのってよくないと思うよ。別にからかいたかったわけじゃねえよ。ただ俺にもいろいろあってな。それに言わせてもらうと、好きのも結構本気で口説いてたんじゃないのか。好きの、まあね。だって反応が可愛いんだもん。あの反応、多分童貞かな。おお、
ということはクラビン、月野さんとちょっとやっちゃったのか。まあ月野さん結構ね、まあ、百戦錬磨みたいな雰囲気あるけど、クラビンとちょっと一戦交えたんかな。初々しくて感触も悪くはなかったから、うん、楽勝かと思ったんだけどね。彼女がそばにいたらさすがに無理か。道理でウブな割に警戒心が強いと思った。やっぱり気づいてるな、あの反応。おう、それにあの背の低い女、こっちの連中とは少し違って見えた。ああ、肌も白くて小柄で可愛くて髪の毛サラサラ、うん、あんなに可愛い子めったに見ないよね。そういう意味じゃねえけどな。俺がこっちに来てるんだ。他の誰かが渡ってきててもおかしくない。というか渡ってきてるって考えるべきだな。てなるともう少し探ってからにしておくか。おお。クラビン？何の話？気にしなくていい。別に大した話でもない。とにかく月野のおかげで助かった。まあクラビーさん的には、まあなんていうのかな、直接こうゴリ押しで行くみたいな、その正面突破みたいなことはしない派なんだな。だからそういう実力がないのか、それとも、うん、まあ波風立たずにうまくやらせたいのかみたいな。今回頼みを聞いてくれた分もちゃんと礼はするからな。何がしたいんだろうな、クラビー。期待してる。おお。けどやっぱりちょっと心が痛むかも。年下の男の子を騙したりして。結果としては振られたんだ。気にしなくていいだろう。それに年下かどうかも決まってはないだろう。さすがにそれは無理があるって。いや、気を使ってくれるのは嬉しいけど、そもそもあの子が着てたのって瑞香の制服だもん。学生確定。おお。瑞香？瑞香学院知らない？ここの近くにあるんだけど、あの二人そこの学生だと思うよ。あまずいな。その水香学院ってのを詳しく教えてもらえる？まあ KWSK になるよね。うわー、だるくなりそう。この後、あ、でもさ、あーでもどうなんだろう、その遠隔で最初にその三國さんを操って襲わせたやつとこのクラビーは違うやつになるのかな。水川学院はあんまり理解してなかったからな。ちょっとよくわかんねえや。まあいいか。まあ、その、場所はよくわかんないみたいな感じ、その情報だけわかって、みたいな感じなのかもしれない。まあよくわかんねえな。まあとりあえず見ていこう。ノアはベッドの上に仁王立ちして、俺を無言で見下ろしていた。おう。かなり怒っていることはその雰囲気から理解できる。その理由は改めて問うまでもない。さっきの逆難の一件だろう。いや、違うんだ。違うとは？自分が狙われていると知っている上に、一度は大変な目に遭っておきながらそれを忘れたかのように逆難に乗り気だったわけではないと、うん、素晴らしいね。よく噛まないで言えました。急に調節。自分が狙われていると知っている上に、一度は大変な目に遭っておきながらそれを忘れたかのように逆難に乗り気だったわけではないと、うんうん、パート2繰り返さなくていいから。三國さんとのことは俺だって忘れてない。忘れるわけがないだろ、あんなことを。乗り気だったことは否定しないんだね。それはな。お、あ、そ、んなこと。あ、ダメだな。ちょっとだけ期待してました。でも、ちょっとだけ。あくまでほんのちょっぴりだから。さっきも言ったけど、三國さんのことを忘れたわけじゃない。けど、あの人は、三國さんと比べて理性的な目でいきなりゼウスを求めてくるようなことはなかったから、魔法で操られてるわけじゃなさそうで、こんなイベント一生に一度あるかないかだと思ったらもったいなくて、だから拒絶する意志が弱くなった。それは認めるけど、断るつもりではいたんだぞ。本当か？断るつもりではいたか？軽いため息を漏らすとともに、ノアから放たれていた威圧感のようなものが消える。膨らんだ風船の空気がため息となって漏れたみたいだ。確かに彼女には
操られているようなマナの気配は感じられなかった。え、マジで？それはつまり今回のあれは本物の逆なんだったってことか。ほんとおめでたいやつだなお前は。いや、それはどうだろう。魔法によって操られていないとしても裏に何か目的があった可能性は否定できないだろう。まあな、そりゃそうなんだが、そこまでストレートに言われると地味に傷つくな。あ、そういうつもりではなかったんだが。おお。いや、まあ俺自身そう思ってるんだけどな。あのまま逆難についていったら怖いお兄さんに脅迫されてなんて割とガチのつつもたせだった可能性は疑っている。まああるな。しかも実際そんな感じだったしな。他人の話を聞いているとなぜ引っかかるのか、引っかかる方がバカなのかとか思ってたんだけど、実際に自分の身に起こると、これはきっと別と思ってしまうというか、一縷の望みにすがりたくなってしまうものなんだよな。とりあえずノアの言ってることの方が正しいことは分かってる。反省もしてるつもりだ。俺が不用意だった。もっとはっきり断るべきだった。いや、僕の方こそ申し訳ない。そもそも僕が君に負担をかけていることが問題なのに。負担な。だからその、ボキ？ん？おお、どうした急に。いきなりそんなことを叫ぶとか、思春期か。思春期だとこういうことを叫ぶの？いや、そうではなくて。まあ、中二ぐらいだとちょっと言いたくなる時はあるな。ウェーイみたいな。ウェーイみたいなね、中二秒ぐらいだと。まあ、どうなんだろうな。勃起ができず、溜め込ませて、その、申し訳ない。てか、今の、リク君の暴行大丈夫？抗がんというか、お前ちょっと同人誌の読みすぎで毒されすぎなのでは。え、うん、ん、バカバカ違う。溜め込みっていうのは不平とか不満とかストレスとかの話だバカ。あ、なるほどな。オナキンなんてハレンチな話題を天使の僕が口にするわけないだろう。あ、ちゃんとおなきはしてるんだね、とりあえず。思いっきり言ってるけどな。僕としたことが、なんとうかつな。割と普段からうかつだと思わなくもないが。とにかく、僕も、君の負担を少しでも軽くしたいと。うん。いや、軽くしなければならない。それは、僕の責任だ。そうは言っても、すでにいろいろやってもらってるしな。今だって魔王の力をコントロールするために協力をしてもらってるんだから。確かにそうなんだけど、そちらはかぐやに任せているようなものだ。ああ、僕も君がちゃんと、うん、勃起をできるようにしてあげたいと思っているんだ。ほう。なるほど。てか忘れてたわ、ちょっとお気に入りボイス入れよう。登録したぞ。なんか真面目な話をしてる雰囲気だけど、いや、ノアの気持ちは実際とても真面目なものなんだけど、話題は全部勃起についてなんだよな。そりゃ俺だって立たせられるならすぐに立たせたいけど、これに関しては焦っても仕方ないというか、下手したら魔王の力が暴走して元も子もなくなるだろ。それはそうなんだが、うん、このまま任せっきりというのは不甲斐ない。そこまで言ってくれるノアの気持ちは嬉しいけど、そもそもノアには勃起を手伝う知識がないだろう。最初会った時は子作り関係の知識もあやふやっぽかったし。それに関しては確かにそうだが、僕だって勉強をしている。お、勉強って言っても同人誌だろう。な、エロゲだってやってるぞ。なんだろう、この親近感なんだろうな。なぜこんな美少女に親近感を覚えるんだ我々は。それは自信満々に言うことじゃねえ。いや、ノアの好きなものを否定するつもりはないが、二次元で手に入れた知識は鵜呑みにしない方がいいと思うぞ。え、本物って違うの？え、
ああ、どうだろう。それは読んだ同人誌にもよるかな。おっと？どうした？そんな難しそうな顔して。さっきも言ったけど、僕は君の力になりたい。うん。おう。ありがとう。その気持ちは本当に嬉しい。だが、いかんせん。僕は天使だ。君の言う通り、人の営みには疎いところがある。正直に言ってしまうと、本物だって見たことないし。うん、まあそうだろうな。だから見たい。なんかすげえこの話引っ張るなと思ったら、登録したぞ。見たいんですか？どういうこと？え？本物見たい。登録したぞ。え？違う！勘違いしないでくれ！これはあくまで天使としての使命。うん、君の安寧を守るために必要なこと。なるほどね。ただの好奇心であるとか、うん、ハレンチな気持ちとか、フラチな考えではない！決してない！なるほど。好奇心であり、ハレンチな気持ちであり、フラチな考えなのな。どうして黙るんだ！どうしても何も言い訳にしか。いや、言い訳にすら聞こえないし。そんなことはない。ん？僕はまず本物を知る必要があると思うんだ。本物を見て知ってちゃんとした知識を得る、重要なことだ。そうか。というわけでどうだろうか。お前が気になってるだけだろ。わかりやす。目をそらさずに言ってみろ。だって登録したの。そんなに知りたい？同人誌ではよくわからないんだ。ノリみたいな黒い線で隠されてる。まあそうだね。線でね、こう要所ね。それだって、うん、勃起した状態のものばかりで、ふにゃんふにゃんの状態は書かれていない。ああ、まあそうだな。薄い本の場合、悠長に導入を書いている暇はないというか、やる気満々でないと成り立たないだろうからな。君が取り戻そうとしている姿に関しては理解が深まっているけれど、今の君の状態に関しては僕は知らなければならないと思うんだ。はい。決して君を恥ずかしめるために言っているわけじゃない。すごいこの下り伸ばすね。結構引っ張るね。これは、うん、そうだね。言うなれば医者に患部を見せるようなもの、医療行為の一種だ。え、何これ本当に見せんの？いや、医療行為って言われてもノアは医者じゃない。天使の使命と真剣に向き合っているのはわかるが、見た目は年下の可愛い女の子にしか見えない。同性の老年の医者にだって人間を見せるには抵抗がある。まあな。なのに年下にしか見えない天使に見せるとか、もはや抵抗感しかない。ないんだが。あ、何これも天使としての使命であり、うん、冗談で言ってるわけでもないんだ。そうか。俺をからかっているわけじゃないのは間違いない。え、これじゃあ本当に見せんの？真摯な目、真面目な気持ちで俺を助けるために言ってくれているんだ。あれを出せと。こんな内容でなければ俺も素直に感動するんだが、うん。なんせこんな真面目な顔で言っていることは、あれを出せだ。ね、愚足をな。正直、俺はどうするべきなんだ。ここまで真剣に考えてくれてるノアの気持ちに応えて、ね、息子を出すべきか、それとも息子はやはり出すべきではないのか。なんでこんなバカみたいなことで悩まなければならないのか。まあ確かに。まあでも出すんだろうな、この流れは。いや、なんでもない。それで、どうだろうか。どうだろうって。ああ。ん？
は？ちょっと待って、何この選択肢。何？え、これもう何例のシーンなの？嘘でしょ。あー、なるほどね。なんかそういう、イチャイチャラブラブの、なんか何かがあるわけではないけども、まあ一応例のシーンってことね、これが。あー、なるほどね。おもろ。こんな選択肢初めてじゃね？はい、ということで、じゃあ今回は以上にしたいなと思います。なんだこれ。ウケんな、これ。はい、じゃあ次回もお楽しみに。それじゃ、バイバイ。